って次に目指すべきなのは KIM だということです。そうです、知識をお金に変えていくやり方です。 RIM の人はもう自分の結果がしっかりと自分に入ってくる仕組み、これが作れました。いわゆるお金持ちになりやすい人です。だから他の人の面倒を見なくていいって人ですけどね。しかしここで重要なのは金持ちと資産家、これはすごく違うことだということですね。よく飲み屋で昔は景気良かったんだけどなとかいうおじさんいますけども、昔は資産家だったんだよなっておじさん聞いたことないはずですね。例えば鶏の卵をもらってその日食べてしまうより、鶏の育て方を学んで卵を産ませてたくさん後から手に入れた方が絶対にいいはずなんですよ。 RIM で必要以上のお金が入るとキャバクラに行ったり高級なブランド物を買ったりすぐにお金を浪費してしまうんですね。これは本来絶対に RIM の人がやるべき行動ではないんです。 RIM は自分が結果を出してもらったお金を運用する方法、まさに鶏の育て方を学んで孵化させる動きを絶対にしないといけないんです。だからしっかりタックススキームを考えたり、その対策をしたり、学んだり、資産運用の勉強をしたり、知識をつけて自分で理解できる投資にお金を与えて、それで増やしていく。そうするとノーレッジ、知識がお金に変わっていくんですね。